この荻野選手なんですけども、まあ、5月5日子供の日でしたよね。今の4歳の息子さんがいらっしゃるようなんですけども、はい、まあ、大好きなパパの似顔絵を描いてもらったようですね。あ、そうですか。今の家の段ボールを集めてマリンスタジアムを作るのが最近の息子さんのブームのようで、いいですね、一緒に寝る時間が至福の時ですということを話をしてくれました。そうですか。この3日間は荻野選手は心のリフレッシュもできたかもしれませんね。そうですよね。はい。さあバッティングカウントでなお子さんにいい姿を見せることができるでしょうか。打ちました、左中間です。真ん中を完全に破りました。すでに二塁ランナー三塁を回っています。先制のホームイン、荻野貴司、しっかりとバットで結果を出しました。先制のタイムリーツーベース、しかもあっという間に破るようなタイムリーツーベースが生まれました。あ、もうスライダー狙ったんじゃないですかね。はい、2打席目に回ったところでこの1本ってのは大きいんじゃないですか。いや、大きいですね、山岡に与える部分ですよね、うん、いや、これはもうお子さんも喜びというそんな感じになりましたけどもね。